山ミラーと動物の提供でお送りします。また協賛いただきました。100万ぐらい入ってんだね。ニコ生黎明期絶大な人気を誇った佐野、その勢いはとどまることを知らず、幻想を抱いた女性に魔の手を広げた。お前のことが好きだ。長年連れ添った内縁の妻を東京都国立市に残し、東大阪の女性宅へ転がり込んだ。やがて大衆酒場とバーを開業、支援者からマンションの提供を受け、転写後を取得するなど事業の多角化に乗り出した。だがしかし、日頃饒舌に語る知識と技量の違いを露呈してしまう。これがバラバラにされた大事件である。てめえの頭によ玄関でこれ叩き切ってやっから、おいピッてやる佐野だからガンガンぶん投げてやっから。これを機に佐野の未来予想図が狂い始める。後に起こったバール事件を経て住居を追い出された佐野は、当時の彼女に用意させたマンションへと転居。この頃から老いが一気に進行する。さらに彼女にも見下り犯を突きつけられ、現在の住まいへ転居。万年床の上で配信するスタイルを確立する。あ、そうそう、情熱大陸ウナで検索すれば出てくるから。俺情熱大陸出たことあるから。現実と妄想が交錯する。ああみんなを見てね。髪が浮き始めた。俺昔情熱大陸出たから。ベランダの巣から鳩の卵を奪い取った佐野が、いやできてる。久々の朝食にありついた。ハムエッグ 3つまではありだろ。サンバのヒナが犠牲になった。うまい。うん、うまい。卵一個今、俺ちょっとどうなのかな、チュルしていきたい。俺もそう、あのチュル派でしょ。俺もそうなの、チュル派。俺のチュルが一番佐野はチュルった。うん、鳩の卵をちゅるった、うん、佐野はちゅるり続けた。卵が佐野と同化していく、うん、女に振られ続けたこともメールを晒されたことも、すべて卵が優しく包み消し去った、うん、佐野は悟った。どうせまだ落ちるんだから。うまい、毎日吸い込んだ30個マジで。こうして佐野は今日も落ち続ける。いいや。